どうもピアニストの長嶋達也です、えー、明日からいよいよ第16回バァンクライバァン国際ピアノコンクールの決勝が始まります日程的には14日から18日までの5日間に分けて行われるんですけれども実質的には最初の2日間14と15にまず最初のセッションがあって16が休みで1718でまた次のセッションが行われます でその18日の、えー、夕方にはもう、えー、発表とそのセレモニーが行われる予定になっていますさて曲目なんですけれども6人のファイナリストが一人一人2曲の大きなピアノコンチェルトを選んで弾くことになります、えー、この決勝でもコンテスタントはみんな ーートワース交響楽団と演奏することになるんですけれども今回は指揮者が変わってマリン・オルソフさんが、えー、指揮を取ることになりますこのマリン・オルソプさんは実は審査委員長でもあって、えー、彼女指揮者なんですけれどもだけどもともとはピアニストでジュリアードでトレーニングされたピアニストです、えー、今回の審査委員長を務めてて指揮をするわけなんですけれども彼女には えっと最初のラウンドから決勝まで審査で点数を上げる、えー、権利がないみたいですでもし例えば半々に分かれてしまった時に決定権を与えられるみたいな感じになっていると思います、えー、オルソプさんは世界各国で大活躍していらして日本にもちょくちょくいらっしゃるのでご存知の方も多いと思います、えー、こうやって世界を代表するね指揮者と共演できる そしてフォートワース交響楽団のような有名なプロフェッショナルなオーケストラとあの一緒に共演できるっていうのも正直言ってこういう大きなななコンクールに出る、えー、いい点ののよようなものなんですよねまず韓国出身の18歳のビルトーゾピアニストユン・チャン・リム君。 えー、彼はベートーベンのピアノ協奏曲第3番そしてラフマニノフのピアノ協奏曲第3番を弾きますそして27歳のロシア出身のピアニストイリア・シューマックラーさんはグリーグのピアノ協奏曲とそれからラフマニノフのやはり3番の協奏曲を弾きますアメリカ出身の23歳のピアニスト クレイトン・スティーブンソンさんはガーシュウィンのエフ・ドゥアのピアノ・コンジェルトとラフマニノフのやはり3番の競争曲を弾きますベラルーシ出身の20歳のピアニストウラディスラウ・カンドーヒさんは、えー、ショパンの1番の競争曲とラフマニノフの2番の競争曲を弾きますそして31歳のロシア出身のピアニスト アナ・ジェニウィシーネさんはベートーベンのピアノ協奏曲第1番と、えー、チャイコフスキーの協奏曲第1番を選曲していますそして最後にウクライナ出身の28歳のピアニストドゥミートロ・チョーニさんはベートーベンのピアノ協奏曲第3番リム君と同じですねそしてプロコフィエフの協奏曲第3番を弾きます そしてて日程はこんなな感じになってます。まず初日の6月14日19時半から演奏が始まるんですけれどもトップバッターがユンチャン・チャリム君。彼はまずベートーベンのピアノ協奏曲第3番を弾きますそして次にイリア・シューマックラーさんがラフマニノフのピアノ協奏曲第3番を弾きますそのの後に20分の休憩があって、 えー、その日の締めくくりはクレイトン・スティーブンソンさんがガーシュウィンの、F、ドゥアのドアアピノ競争曲を弾きます2日目の6月15日もやはり現地のテキサス時間で19時半に演奏が開始されますまず最初に弾かれるのがベラルーシ出身のウウ・ララディス・ラウカンドーヒさん彼がまずラフマニノフのピアノ協奏曲第2番を弾きます その次にロシアのアナ・ジェニウィシーネさん彼女がベートーベンのピアノ競争曲第1番を弾きますその後にやはり20分の休憩があって最後に弾かれるのがウクライナ出身のドゥミトロ・チョーニさん彼はプロコフィエフの第3番の競争曲を弾きますでその次の日の6月の16日が休みになってます6月17日に 決勝の後半が開始されるわけなんですけれどもこの日もやはりテキサス時間の19時半に演奏が開始されますまず最初に弾かれるのがアメリカのクレイトン・スティーブンソンさん今度彼はラフマニノフの3番を弾きますその次に続くのがロシアのイリア・シューマックラさん今回彼はグリーグのピアノ協奏曲を弾きますそして20分の休憩の後 ユンチャン・リム君がラフマニノフの3番の演奏をします決勝最終日が翌日の6月18日なんですけれども、えー、今回はテキサス時間のお昼の3時に開演されますトップバッターはドミトロ・チョーニさんウクライナのピアニストですで今回彼はベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番そしてその後に ベラルーシのウラディスラウ感動碑さんがショパンのピアノ協奏曲第1番を弾きます。そして20分の休憩の後に、今回のクライバン国際コンクールの最後の演奏がアナ・ジェニウィッシーネさん、ロシアの女流ピアニスト、そして彼女はチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を弾きます。 演奏が全部終わって審査の結果が出るまでにはたまに時間がものすごくかかる時もあればあっという間に結果が出る時もあるので本当にまちまちで言い難いんですけれども、えー、その後、夜の7時には表彰式が行われます。今回の決勝の曲目とスケジュールはこんな感じです。す、えー、本当に皆さんがどういうい演奏をするのか楽しみです。 今日はここまでです。もしこの動画気に入っていただけたら、いいねさんお願いします。チャンネル登録もとても助かるのでよろしくお願いします。えー、皆様のおかげで、えー、タッチャンネルを始めて、えー、もうすぐで7ヶ月になるんですけれども、昨日1万5000人、登録者1万5000人突破しました。皆様の本当にサポートと応援のおかげです。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。それではまた。さよなら。